もしあなたのパートナーの正体が殺人犯だったら、遡ることおよそ2年前の2020年9月29日、ロシアノボシビルスク州山あいののどかな村チク村のある民家で、新郎のステパン・ドルギク、新婦のオクサナ・ポルデンツェバが結婚式を挙げていました。多くの障害を乗り越えゴールインした2人を笑顔で見守る出席者たち。式は粛々と進み、宴会の場面を迎えます。そんな和やかなムードの中、会場に突如鳴り響いた悲鳴。オラオラ。その場にいた全員の注目が集まる中、なんと新郎のステパンが出席者の一人に殴りかかったんです。おい立てこら、こっち来い。そのまま殴っていた人物を式場の外へ引きずり出すステパン。彼はあろうことかその人物をその場で殴り殺してしまうんです。そしてその時、ステパンに殺された人物はなんと新婦のオクサナだったんです。結婚式の最中に突如として新婦を撲殺した新郎。幸せの絶頂にあったはずの夫婦に隠された実情とは。悲劇のきっかけとなったのは、新婦が抱いていた疑うことを知らない心だったんです。おそす、かぐや様が連載終了。ショックです。けんちゃんです。ゲミカです。かぐや様に告らせたい。好きです。本日は訳ありな相手と結婚してしまったがゆえに悲惨な結末を迎えてしまった事件を2つご紹介します。まずはですね、2010年にアメリカで発生した事件についてです。ある家庭に嫁いだ妻にはあるとんでもない秘密が隠されていたんです。妻が残したもの。一つ目のお話は、遡ることおよそ12年前の2010年12月24日、アメリカ・テキサス州ロングビュー市が舞台。クリスマスイブを迎えたこの日、ジョン・ラフという老人は息子夫婦の自宅を訪れていました。しかし、ジョンが何度インターホンを鳴らしても、家にいるはずの息子の妻が出てこないんです。ジョンはガレージに止められていた車を見据え、首をかしげます。いつもは車で出かけるのにな。不審に思いつつも、諦めて帰ろうとしたジョン。すると、その時、彼はガレージの車の中に人影があることに気がつくんです。ジョンは息子の妻が乗っていると思い、車のそばまで歩みを進めました。うわぁ、思わず腰を抜かし、そろばに尻餅をつくジョン。なんと車の中では息子の妻が頭から血を流して亡くなっていたんです。遺体のそばには自殺に使ったと思われる拳銃が転がっていました。この時、亡くなった彼女の名前はロリ・エリカ・ラフ、42歳。エリカはまだ2歳の子供と夫を残し、この世を去ったんです。いきなり車の中覗いた人死んでるとか、想像しただけでちょっとするわね。恐ろしいですよね。そしてこの後ですね、エリカに関するある秘密が明らかになっていくんです。エリカ、どうして。夫のブレイクは突然の妻の死を受け入れられないまま、彼女の遺品を整理していました。すると、ん、なんだこれは。クローゼットの奥から彼が見つけたのは、厳重に鍵がかけられた金庫。こんなにガチガチに鍵をかけて、これはもしかして。実はブレイクは以前から妻のエリカが何か隠し事をしているように感じていたんです。そしてこの金庫の中身がエリカの隠し事に関係のあるものだと直感しました。ドライバーを使い、力ずくで金庫をこじ開けるブレイク。これは。金庫の予想外の中身にブレイクは困惑していました。その中身とはなんと、赤の他人の身分証と出生証明書だったんです。いやいやいや、なんでエリカそんなもん持ってんの。実はですね、エリカはアメリカのある制度を悪用して他人の、ね、身分証を持っていたんです。というわけで、本日のメトラキーワード、社会保障番号について。社会保障番号とは、アメリカで暮らす人全員に発行される9桁の番号のこと。銀行口座に紐づいているほか、労働、疾病、学業、クレジットなどの記録に用いられることもあり、多くの個人情報がこの番号で調べられるようになっています。何らかの方法で番号を聞き出し、個人情報を盗み取る、入手した社会保障番号を売りさばくなど、社会保障番号が悪用されるケースは珍しくありません。エリカが他人の身分証を入手した方法も、社会保障番号を利用したものだと考えられるんです。妻が他人の身分証を厳重に保管していたことを知ったブレイクは、このことをすぐさま警察に相談。調査の結果、発見された身分証や出生証明書の本来の持ち主はすぐに判明しました。本来の持ち主の名前はベッキー・スーターナー。2歳の頃に火事に巻き込まれ、もう何十年も前に亡くなっているはずの少女でした。エリカは何らかの方法でベッキーの身分証を入手、そして彼女になりすまして人生を送っていたんです。名前が違っているのは、なりすましを悟られないようにすぐに解明の手続きを行っていたからでした。夫のブレイクはずっとエリカに騙されてたってことっていうか、エリカはエリカじゃないんでしょ。誰なのよ。ね、マジで謎っすよね。そんな彼女の正体はこの後の調査で明らかになっていくんです。エリカの正体。
エリカが隠していた他人の身分証を発見した夫ブレイクは、社会保障番号の発行を行っている団体、ソーシャルセキュリティアドミニストレーション、通称 SSA に調査を依頼。約6年にも及ぶ調査の結果、エリカの正体はペンシルベニア州に羊を持つキンバリー・マクリーンという女性であることが発覚します。1968年、エリカことキンバリー・マクリーンはペンシルベニア州フィラデルフィアで生まれました。おいで、庭にお家を作ったよ。すごーい。裏庭に建てられた小さな家に目を輝かせるエリカ。エリカの父ジェームズは大工で、裏庭に遊び道具を作ってくれる小煩悩な父親でした。休日にはたびたびエリカを日帰り旅行に連れ出し、彼女のことを大層可愛がっていました。エリカはそんな父との日々がずっと続くことを望んでいました。しかし高校に入学してから間もない頃、そんなエリカの人生を一変させる出来事が起こってしまうんです。ある日エリカが学校から帰ってくると、そこには荷造りをする母ディーンの姿が。彼女はエリカが帰ってきたことに気がつくと、淡々とした様子でこう言いました。新しい家に引っ越すことになったから荷物をまとめてちょうだい。新しく引っ越した家に父ジェームズが来ることはありませんでした。この時両親は離婚し、母ディーンに引き取られることになったエリカは、新たに母親の再婚相手と暮らすことになったんです。お父さん大好きだったでしょう、ね。うん、エリカ相当ショックだったんじゃないの？そうなんです、うん、エリカにとって何より問題だったのが母親の再婚だったんです。私はあんな人絶対父親だなんて認めないから、母ディーンに向かって激しい剣幕で叫ぶエリカ。父ジェームズが大好きだったエリカはすぐに再婚した母のことを許せずにいたんです。加えて内向的な性格のエリカは転校先の学校にも馴染めずにいました。これまでの幸せな日々が一気に崩れ去り、鬱屈した思いを募らせていくエリカ。そして17歳を迎えた頃、彼女は家族に向かいはっきりとこう告げます。私は一生この家には戻らない。その言葉に二言はなく、家を飛び出したエリカの消息は以降親族の誰にも分からない状態となっていたんです。なりすましてたのは親族に居場所がバレないようにするためだったのかしらね、まあ、かもしれないですよね、うん、この後エリカはね、なりすました状態で結婚生活を進めていくんですけど、まあやっぱりこんだけいろいろ隠してるんで、次第にね結婚生活にもほころびが出始める。2004年、テキサス州で暮らしていたエリカは36歳となっていました。この頃彼女は地元で有名な富豪の息子、ブレイクラフと出会い結婚します。しかし結婚すると問題になってくるのが親族との付き合い。エリカはなりすましをしている事情から、ブレイクの両親とは全くうまくいかなかったんです。エリカさんのご両親にも一度挨拶しに行かないとね。両親は他界しています。そうか。なら、ご兄弟やご親戚は？兄弟はいませんし、連絡を取れる親戚もいません。エリカの素っ気ない態度に眉を潜めるブレイクの両親。そう、エリカは家族や過去のことについて他人に話す内容は何も持ち合わせていないんです。さらにブレイクの両親はブレイクの結婚式について知人を大勢呼んで盛大なものにしようと考えていましたが、エリカはこれも拒否。ブレイクの両親の意向を完全に無視し、ブレイクと二人きりで結婚式を挙げてしまうんです。まあそうね、でも結婚式にいろんな人呼んじゃうと誰か知らずたいでね、正体バレちゃうかもしれないもんね。そうなんですよ、うん、そしてこれってまだ序の口でですね、なんとエリカの夫やその両親に対する振る舞いっていうのは、エリカの娘が生まれてからさらに異常なものになっていくんです。2008年、ブレイクとエリカの間に娘が誕生しました。実はエリカは何度か流産を経験しており、この時の子は体外受精で授かった子供。長く待ち望んだ我が子の誕生にエリカは幸せに包まれるような感覚を覚えていました。しかしなんと、このことをきっかけにブレイクの両親との関係は今までに増して悪化していくんです。何しに来たんですか、うちの子に触らないで。エリカはブレイクの両親に娘を触られることを嫌い、孫の顔を見たいと訪ねてくる彼らをその度に追い返していました。それどころか夫のブレイクにすら許可なく娘を抱くことを許さない状態だったんです。すごいわね、ここまでの徹底ぶりって。もこれって自分の両親にかなり苦しい思いさせられたからっていうのがあるんでしょうね、多分、うん、そうですよね。娘はね、自分が守るんだという思いからね、他人に絶対触らせたくない悪い方向に出ちゃってる例ですよね、うん、これって、うん、この後ことあるごとにヒステリーを起こすエリカに嫌気がさしたブレイクは彼女との離婚を考えるようになり、実家に戻ってしまいます。すると娘の親権を取られることを恐れたエリカはブレイクに脅迫状を送ったり、彼の実家に忍び込んで鍵を盗んだりと、行き過ぎた嫌がらせを繰り返すようになりました。そして耐えきれなくなったブレイクが接近禁止命令の申し立てを行った矢先、彼女はこんな手紙を残しこの世を去ってしまうんです。ブレイク、あなたは本当に素晴らしい夫だった。異常行動を繰り返したエリカでしたが、本心では家族の幸せを求めていたのかもしれません。ただ若くして生き方を見失ってしまった彼女にはどうすれば幸せになれるのかわからなかっただけなのではないでしょうか。やってること自体は間違いなく悪いんだけどさ、まあ、どこかしらでちょっと人を信頼したり関わって幸せになってほしかったなっていう
気持ちもあるからちょっと複雑ね、うん、そうですね。まあやってることが犯罪には変わりないんですけど、まあ、エリカをね、なんて言うんでしょう、全否定はできないと感じさせられる事件でしたよね、うん、さてね、2つ目も訳ありの結婚の話をしていくんですけど、なんと今回は結婚式の最中に起こったとんでもない事件だったんです。血塗られた結婚式。2つ目のお話は遡ることおよそ2年前の2020年9月29日、ロシアノボシビルスク州が舞台。この日、山あいののどかな村地区村のとある民家で結婚式が挙げられていました。祝福の中心にいたのは新郎のステパンドルギクと新婦のオクサナポルデンツェバ。おめでとう、やっとこの日が来たな。式の出席者たちは皆満面の笑顔で2人を祝っていました。そのまま結婚式は進み、やがて宴会の時間を迎えます。新郎新婦が各テーブルを回り、思い出話に花を咲かす。そんな和やかな時間になるはずだったのですが、てめえどういうつもりだ。式場に突如として響く怒号と悲鳴。出席者たちは一斉に声の方へ注目を向けます。何よ、結婚式の最中ってちょっと自粛しなさいよ。さすがにおめでたい席でさ。でもね、驚くのはまだ早いんですよ。喧嘩をしているね、相手人たち、もう全てがありえない人たちだったんです。いきなり喧嘩を始め、出席者たちの注目を一点に集めたのはなんと新郎のステファンでした。彼は出席者の一人の髪の毛を掴み、激しいオーダーを繰り返します。おらおら。そしてこの時殴られていた出席者とは新婦のオクサナだったんです。暴行のハマりの激しさに周囲の出席者たちは止めることができずにいました。おい立て、こっちに来い。しばらくするとステパンは新婦オクサナを怒鳴りつけ、彼女を引きずって式場の外へ出て行ってしまうんです。ステパンの暴行は以降も続き、オクサナは完全に意識を失った状態に。この後、後を追いかけてきた他の出席者たちを尻目に、ステパンはオクサナを自分の車に乗せ走り去ってしまいました。やばすぎ。何なのこの新郎。結婚式でさ、新婦を殴る、結婚式で暴力、日常生活で暴力するのもおかしいのに結婚式でやるなんて、一体どんなやつなんだというね、ほんと訳ありの男みたいな典型ですよこいつは、うん、ほんと何してんだよ、まあ、というわけでね、この夫婦が一体どんな事情を抱えていたのか早速見ていきたいと思います。最悪のパートナー。ねえ私プロポーズされちゃった。友人の前でステパンからの手紙を嬉しそうに広げる奥さな。そこには一言こう記されていました。奥さな、愛している、一緒に暮らそう。その文面には不器用なりにまっすぐな言葉で愛を伝えようとするステパンの性格がにじみ出ていたんです。一方でそんな愛のメッセージを目にした奥さなの友人はなぜか不安そうな表情を浮かべます。そして友人は奥さなに向かいこんなことを言ったんです。ねえ、そのステパンって人とはまだ数回しか会ったことがないんでしょ。どういうこと、何、そんななんかネットで会ってちょっと遠距離にあるとかってこと、どういうこと。実はですね、この時ステパンは簡単には会える状況ではなかったんです。ステパンと奥さんは文面を通じ愛を深め合ったカップル。出会ってからほとんどのやり取りを手紙で交わしてきた二人。さらにプロポーズの言葉までも手紙の文面で伝えたステパン。そうやって二人が少し変わった関係性を築いていたことにはある事情があったんです。それはこの時ステパンが殺人罪で捕まっていたから。なんと二人はステパンの服役中に出会っていたんです。殺人の前科がある人と結婚するなんてやっぱり賛成できないわ。諭すような口調でそう話した友人に奥さんは笑って答えます。大丈夫、彼は私のことをすごく愛してくれてるし、私なら彼を変えられる。服役中の殺人犯と恋に落ちるなんてなかなかアブノーマルな恋愛してるわね。どこでどう出会ったってか、うん、まあ、そこら辺はねちょっと明らかにはなっていないんですけどね、うんうん、この後ステパンの出所の日がやってきたことで二人は約束通り結婚することになりました。出所後奥さんと過ごすようになったステパンは彼女に対し確かに紳士的に振る舞っていたといいます。服役期間を終えた彼はすっかり穏やかになり、完全に更生できているかのように思えました。しかしこの時奥さんはまだ知らなかったんです。大量に酒を飲み酔いが回った時のステパンの豹変ぶりを。結婚祝いで大量に酒を飲んでいたステパンは視界もはっきり定まらない中、車を運転し村外れの渓谷へやってきた。彼は千鳥足で車を降りると崖から乗り出し、足がすくんでしまうほど遠くに見える谷底を覗き込んだ。ステパンはふっと笑うと乗ってきた車の方へ引き返していく。助手席には顔中にあざを作った奥さながシートにもたれかかった状態で乗せられている。ステパンは助手席の扉を開け奥さなを引きずり出した。そしてもう息をしていない彼女に向かって一言こうつぶやく。全部お前が悪いんだ。次の瞬間ステパンは奥さんの遺体を谷底に投げ捨てた。この後結婚式の出席者が通報し、ロシア国境警備隊が出動。まもなく発見されたステパンはあえなく逮捕されます。警察の尋問を受けた彼はまだ酔いも冷めきらない状態ではっきりこう言ったというんです。あいつが悪いんですよ、式の途中他の男と喋ったりするから。
一度は敬意を全うし反省の色を見せていたこの男は聞くに堪えない理由で愛するパートナーの命を奪ってしまったんです。こうして迎えた2022年8月、ステファンには懲役18年の刑が言い渡されます。どれだけ愛し合っていたとしても人は恋人にすら言えない事情を隠し持っているもの。あなたは本当にパートナーのことを全て理解していると言い切れますか？おざす。皆さんにね、めちゃくちゃ重要な重大なクリティカルな発表があるんですけれども、なんとですね、12月6日3体になります。僕が、まあ、嘘なんですけれど、なんとね、12月6日の何の嘘なの、19時20分ですよ皆さん。アルゴメトリーの姉妹チャンネルができるんです。その名もアルゴメトリーです。どういうことって思ったでしょ。字はアルゴメトリー X って書くんですけど、アルゴメトリーと読むんです、はい、どういう意味なの？これはですね、アルゴメトリーと同じクオリティで手を一切抜かずにちゃんと姉妹チャンネルを作る、ちゃんとね、そっちはそっちで面白いね見せ方をするっていうね、そういう信念のもと読み方をあえて一緒にしたんですけど、分かりづらいけど、アルゴメトリー X と書いてアルゴメトリーと読む、ケンちゃんと書いて愛と読むんです。読み子と書いて悪と読むんです。そういうことなんですよ。まあね、皆さんね、気になる方は概要欄とコメント欄にね、チャンネルのリンクが貼ってあるのでぜひとも見てください。そしてその2週間後の12月20日にも動画が上がるんです。そして1月にはですね、毎週の火曜のアルゴのあと19時20分です。アルゴを見終わった後、そのままアルゴメトリーの後アルゴメトリーを見に行けるんですよ。最高じゃない？見逃したくないメトラはアルゴメトリーをチャンネル登録してね、マックス通知オン、まだオンにしてない人たちはオンにして、ぜひとも見逃さずチェキラーです。チェキラーってフリーにやめてもチェックです。チェックですっておかしいでしょ。